皆さんこんばんは、今日はですね、何個か前の動画で、ちょっと私自身をドッキリを仕掛けられたので、今回あの主人に仕返しをしようかなって思ってます。内容は、ちょっとお知り合いのお店、よく行くお店なんですけどに協力していただいて、カメラとかをちょっと隠して設置して、で今回ゆうくんが知らないあの知り合いの方に協力をしていただいて、絡むみたいな感じで、すごく失礼に絡むっていう感じで、なんかすごい失礼な人を演じていただいて、でゆうくんが普段すごく温厚なんですけど、どこまでやったら怒るのかっていうのを検証ドッキリしたいと思います。やりましょう。こんなところにいるんだ。ちゃんとだ。見えちゃってる。ここ今消してるんですよ。だってもう隠れないところに、だってもう入っちゃってるじゃん。ここ今
ちょうど消してるんです。消してんの？はい。消してんのそれ。消します消してます。ただ消そうだってお金かかるしね。お金持ってんだよ。いやだから今日はお騒がです。もっと頼んじゃうかな。いい、すいません。はい。野球丼もらっていいですか？野球丼。はい。あとこの店の高いやつを2つぐらいとりあえず2つ頼むからっていうの。ちなみに、ここまで入れ墨入ってきてるのすごくない？ね、めっちゃ気になるんだよね、それ。でもここまでですね。首を消して、首って何？首を消して、体を見して、見してよ、恥ずかしいよね、見してよ、いいじゃん、見してよ、思うんだよ、恥ずかしいんだよ、意外と何、かわいいとこあるんだよ、恥ずかしいよ、恥ずかしい、何、見してよ、いいじゃん、いいよ、何、何、いいじゃん、いいよ、いいじゃん、いいよ、見して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 、いいじゃん、入れてんじゃん、今入れてんじゃん、おい、なんだよ、触ってんじゃねえ、この野郎、入れてんじゃん、待ってストップ、怒らないで、パパちゃん、待って、パパちゃん、はい、よっ、はい、よっきりそんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。
ありがとうございます。まあ、まずドッキリ大成功ということでありがとうございました。大成功。